変化球打っていきますが、胸を追っていって、胸を追っていって掴み取りました。ここはファールグラウンドギリギリのところ、コントロールミスが出たりとかいうことがありがちなことね。ここは福田初球から打っていきましたが、栗林を追っていきます。ファールゾーンで掴んでツーアウト、ランナーストレートを打っていく、少し詰まっているか、左中間、茶野の足が止まって掴み取りました。初回ワンアウト満塁というピンチになりましたが、山下俊平太、変化球ファーストゴロ、頓宮自ら踏んでワンアウトです。であればね、まあ、上位でもね、打ってもらいたい選手の一人だとは思うんですけど ね、 そうですね、はい、ただここは山下のストレート、ランナーおっと二塁に牽制、森がいい送球を追っている、ランナー挟まれてタッチアウト、ここは森がいい判断、防御率1点台の山岡というところで、安定感のあるオリックスの先発投手陣です。もう今日ね、少しこうやはりストレートセンター方向、福田が追っていく、ただ足が止まります。ストレートライト、セカンドですね、ゴンザレス掴んでスリーアウト。これだけ一軍でも勝てるわけですからね。ここはカーブで空振り三振、今日2つ目。徐々に前の回からこのカーブの精度が上がってきました。カーブ引っ張った、一塁トングよく取りました。野手のリズムですよね、ここも乗っていけそうな雰囲気ありますね。打たせてサードゴロ、山下俊平太、今日初め、そしてフォークボールを落としました。最後は138キロのフォークボールで今日3つ目の三振を奪いました。今のはいいところに落ちましたね。いや、もう左バッターからするとカーブ振らせました。今日4つ目の三振、ヒットを打たれている友杉から空振りの三振を奪いました。今のカーブいかがですか。いや、今のはね、ボール高めに浮いた、レフト方向、レフト方向、ただ足が止まって茶野が掴み取りました。少しヒヤッとしましたが、山下俊平とこの回、そしてカーブを振らせました。今日5つ目の三振、ワンアウトです。このカーブも落差があります。3回以降このカーブ、まあ、ここねドン球場なんで、ね、インコース詰まらせた、サード宗が声を上げています。無失点に抑えている、ランナーがしている、二塁送球、タッチしてアウトになりました。山下俊平太落ち着いていました。6回を投げ切りました、無失点ピッチング、援護をもらった後でも無失点に切り抜けました。